枝光会は東京を拠点に複数の幼稚園を運営している団体。会はカトリック教会を背景としており、参加の各幼稚園はいずれも日本カトリック学校連合会及びその下部組織である日本カトリック幼稚園連盟に加入している。枝光会には東京と港区と目黒区に3つの幼稚園がある。 枝光会ではこれら3園を総称して、枝光会幼稚園と呼んでいる。枝光会付属幼稚園から1948年6月、現在地であるイサラゴ坂に開園、枝光学園幼稚園から1953年4月に、開園枝光会駒場幼稚園から1956年11月に、開園麻文心幼稚園から経営者は、 カトリック東京大司教区で1949年の開園以来、枝光会が運営を委託されていたが、現在はカトリック東京大司教区で運営も行っている。枝光会幼稚園3園の創業者兄弟は、設立以来、継続したきめ細かい教育を謳い、有名小学校への長期にわたる進学実績で知られてきた。小東幼稚園廃園後の東京の お受験会における、塾等の教育ビジネスにより、現在も付属イサラゴ園など、枝光会系三園や若葉会幼稚園が、愛育幼稚園等その他もろもろと絡めて、子産や幼稚園とくくられることもある。カトリック、アザブ教会、枝光会の前身は、大東亜戦争中の1943年に、女子低身体のために開設された、稽古書、なでしこ会である。 敗戦翌年の1946年11月、なでしこ会は、枝光会総合稽古所と改名、東京、渋谷に改めて開設された。さらに、翌年11月になると、財団法人、枝光会が設立された。枝光会設立後の1949年には、麻布、霞町の教会カトリック、麻布教会に設置された幼稚園の運営を委託され、以来、 同幼稚園の自宅運営を行っていたカトリック・アザブ教会は、現在地2889年に作られた神田教会の文教会、アザブ精神制度を始まりとするが、この聖堂がアメリカ軍による東京大空襲によって1945年に全焼した後には、イサラゴの枝密遣いを仮聖堂として使っていたという経緯もあった。本園は東京の いわゆる名門幼稚園として、有名小学校への進学実績や生還在会、著名、魔のお嬢様、お坊ちゃまが通う幼稚園がいくつか、ある。西麻布の牛坂沿いにある、若葉海幼稚園もその一つである。伊沙ラゴ坂の枝光海幼稚園、アリス川の宮記念公園の愛育幼稚園も、お坊ちゃま幼稚園である。これらの幼稚園の出身者は、結束力が強い。 大学生となっても同窓会を親子合同で行ったりする。官僚やビジネスマンとなった東大法学部出身の同級生たちの結束力が固いのと似ている。が、お嬢様、お坊ちゃまは、その家系を遡ってみると、有名な政治家、財界人、文化人を直接の血縁、または刑罰に何人も持っていることが多い。その重みに耐えられないナイーブな性格の場合、 早い者は卒園後、初等科時代に、学業不振に陥る。同窓会に出てくるのは、海よく、大学まで上がれた者とその親たちのみである。お嬢様、お坊ちゃまは、人生の敗北者に対して冷たい。会合は、成功者としての自分たちの昔話と、脱落者に関しての容赦なき噂話である。あ、ま、のお嬢様、お坊ちゃまは、だから、名門幼稚園に通い、 同時に、掃除会、ひまわり会、東化教育研究所という小学校受験のための塾でも学び、しかも、大学へ入るまでは留年もなく、ストレート、お嬢様オビお坊ちゃまオビとなっても、庶民という名の雑誌根講人たちが入り込めない、結束の強さは、ここにも見られる。田中康夫、僕たちの時代、新潮文庫、1989年、 本当のいいとこおぼちゃま生活校、ハット AB 枝光会幼稚園のご案内、枝光会のウェブサイト、平成23年11月24日閲覧、カトリック東京大司教区、麻布見心幼稚園カトリック東京大司教区の、ウェブサイト、2021年1月30日閲覧。ありがとうございます。